ゆったりくつろぐ和のお部屋はベーシックな10畳の和室。お湯めぐり後ののんびりタイムにぴったりの空間。ゆったりと暮れゆく伊豆長岡の街を眺めたい。14畳と広い空間が嬉しいお部屋でのんびりするのもいいが、ここはさらに開放的な広さのテラスでゆったりくつろぎたい。テラスには専用の露天風呂がついている。いつでも気持ちいい温泉を楽しめる贅沢はいいものだ。広々とした石霊の湯はヒノキ風呂。高い天井と大きく開いた窓は開放感たっぷりだ。露天風呂は雰囲気がガラリと変わる。ゆったりと手足を伸ばして温泉の醍醐味を味わおう。御影石のお風呂が特徴のつわぶきの湯。庭園に囲まれた庭園の天風呂と屋根のついた吾妻屋付きの天風呂の2つのの天風呂がついている。どちらも野趣あふれる岩石に囲まれた湯船だ。ヨシハルの最大の特徴は浴室が豊富なこと。ジャグジーバスのオリーブの湯。ヒノキの和風作り、木蓮の湯。癒しのハーブの湯。木立に囲まれ広々とした岩風呂に壺風呂がついている木漏れ日の湯。また足湯やバリ風湯上がりサロンも併設されている。さらに2007年2月には新たに貸し切り岩盤浴がオープンした。岩盤浴に馴染みのある人はもちろん、初めて体験する人にも好評という。